お集まりの皆さん、こんにちは。ご紹介をいただきました星野です。安保関連法に反対するママの会アット伊野をやっています。私には2歳と4歳の子供がいます。母になって痛感していることは、子供というのは命がけで産み育てるものだということです。すべての人が、私自身も、そして皆さんお一人お一人も命がけで育てられたお母さんの子供、かけがえのない宝物です。それが戦争によって奪われることは、母親として我慢できないことです。安保法制、政府はこれを平和のための法律と説明しています。よその国に負けない武力を持てば戦争にならないと言います。でも軍事大国アメリカはどうでしょう。テロの標的となり、多くの人が犠牲になりました。そして平和どころか休むことなく戦争を続けています。この真似をして平和が守れる、本当でしょうか。私には納得できません。そしてその中で、この瞬間にも失われていく命があります。空爆の中の子供たち、人を殺し殺される兵士たち、みんなお母さんの子供です。いとも簡単に奪われている、その命もこの世界の宝物なんです。もう誰も殺さないで、それが私の願いです。戦争を始めるのは安全な場所にいるお金持ち、命を落とすのは無力な子どもたち、それが戦争です。日本は今そこへ自ら踏み込もうとしています。やめさせましょう。ママの会アット日野は活動を始めたばかりですが、小さな一歩を踏み出しています。ご近所のママ友達にも私の思いを語りました。その友達も今日は参加してくれています。2月には初めての企画として、ママ・パパ世代のための憲法カフェを開催します。お手元にチラシがお配りしていますので、皆さんどうぞご覧ください。またもし身近にママ・パパ世代がいらっしゃったら、ぜひお声をおかけください。安保法制廃止まで私は覚悟を決めました。絶対に諦めません。皆さんどうぞご一緒に声を上げていきましょう。ありがとうございました。力強いお声、本当にありがとうございます。皆様お拍手をお願いいたします。